どうして外に出たいのか知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。あんたは男だろ。たまにはこらえてミカサを守ってみせな。その壁は巨人によって破られたと。人類の戦いは始まった。兵士民間人を問わず多大な犠牲を出しながらも人間の中に紛れ込んでいる巨人の存在を知る。ついにその一人でもあるアニレインハートを捕獲することに成功したのだ。壁が破られた5年目の頃人類の次なる脅威。巨人？あんたやるんだ。あの巨人に日光を当てるな。休ませてくれねえな巨人だ。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りは、まだ負けてない。